はい。えー、っと、ジャックという、えー、ハンドルネームでカグルやってます。えー、っと、まあ、LT ということで、まあ、ちょっと気楽に、気楽な感じでお願いします。はい。なんかちょっと煽られるっていう話ありましたけど、あんまりちょっと煽られても困るんで。<laughs> 気楽格1ヶ月前から資料作ってる。<laughs> ちょっとハードルを上げられましたけど、まあ、ちょっと、まあ、皆さんにとってちょっと意味のある話ができればいいなとは思います。 はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっと私、あの、直近のコンペの話をしようかとも思ったんですけど、直近、あの、リクルートのコンペとかやってて、でもそのお話、あの、まあ、あの、さらに私より上の順位だとポケットさんされたので、ちょっと私はまた別の話をしようかなと。はい。で、えっ、ー、と、まずですね、えっ、ー、と、まあ、これはちょっと自己アピールがてらちょっとカグルの成績書いてますけど、えっ、ー、と、ちょっと一つ愚痴らせてください。えっ、ー、とですね、 私あの、非常に私事なんですがあの3月にえ結婚したんですよ。あ <laughs> <laughs> であの予定ではですねあのゴールド4つあるんですけどそのこの前のリクルートのコンペでゴールドを取ってかあのカグランドマスターになってカグルグランドマスターになったので結婚しますってツイートする予定だったんですけど。<laughs> <laughs> <laughs> それが叶わなくてですね。<laughs> 結局かっこよくならなかったんですごい残念な感じなんですけど、あのもうちょっとその悔しさを胸にあのちょっと今日は来ましたとまあいう要はこんな感じです。はいすいませんあのこの消耗しえいやわかんないですよ。<laughs> はい。あ今日もなんかあのデータ分析のことで喋ってくるぐらいのことしか言ってないんで。<laughs> はいまあ、そんな話は置いといてですね、今日の題材、あのかなり前のコンペなんですけど、あの赤で囲ってる BNP パリバの、えーとまあ、コンペあの、あんまりちょっとコンペに深入りしませんけども、えーと、ちょっと話をしたいなと思います。でこのコンペですね、えーと、約3年ぐらい前のコンペでして、あの典型的なあの、まあ、日分類ですね、でえー、と評価指標がログロスと、まあ、いうことで、まあ、あのいわゆる まあ普通のコンペですと。で、えっ、ー、とまあ私この時9位であの最後終えたんですけども、まあ8位にスマイリーさんがいらっしゃいますと。ええー、いうこととか、あとはもう最近あんまりかぐるやってないですけど、なおかず水田さんですかね。あの6位にあのいらっしゃいますと。で、えっ、ー、とまあよあ、わずか4つのサブミッションで <laughs> ソロで6位なんでもう完全に負けたなって感じですね。はい。<laughs> はい。<laughs> き <laughs>、はいえーまあ、今日はちょっとライ,ティングあライトニングトークということなんで、コンペ自体の詳細とか、ソリューションの細部に触れません。えー、とここでですねちょっと紹介したいのが、あのまあ、グラディエントブースト、まあ、あのいわゆる XG ブーストとか、ライト GBM とかの、まあ、今、流行ってるやつですね、と、まあ、カテゴリ変数の扱いについて、ちょっと今日は喋りたいなと思ってます。はい で、えー、とこのですねコンペの、えー、とデータの概要なんですけども、データ数としてはまあ11万4000、テストもまあほぼ同じぐらいで、まあ、精霊・フレームもそこまで、まあ、多少偏っているぐらいですけども、まあ、あのそんなに超癖の強いデータというわけではないですと。まあ、ただ特徴的なのが、ですね説明変数として量的変数114あ ああるんでですすけども質的変数が19個ありますとでちょっと右側にあのあのカテゴリー変数の一覧並べてますけども特にあの上から2番目の,の、まあ、V22 ですねあのこれ変数全部匿名化されてて欠損もあ,のあるんであのちょっと,、えーとまあ、そのあたりの処理が必要になるんですけども特にあのこの1万8000を超えるこの V22 っていうそのカテゴリーがめちゃくちゃこのコンペ重要でしたということです。 でこういうその1万を超えるそのカテゴリーって、まあ、ワンホットエンコーディングって、まあ、ちょっと現実的じゃないですよねというのがありますよね。でこういう時って、まあ、素直にちょっと皆さんどうされてるんかあのか気になるんですけど、どうされてます<高> <laughs> ワンホットエンコーディングするぞって人います <laughs> ?1 万8000。私でも あうん、<laughs> あでもほかのフィーチャー少なければ、これ、スパースフォーマットで壊せますよう、うん。それが結構、この量的変数が114個もあるんで、うん、そのバイナリーのフィーチャーだけでは分析できないっていう問題もあって、じゃあ、これどうすんだろうって、みんなどうしてるんだろうないって。うん あのエクシブステンクせるといい感じにするっていうのが一番ベースラインな、うん、のそのコンテのディスカッションにあったのは、その V22 ってアルファベット3文字とか4文字の中でした、ね、よねそうですね。それを16進数に変えてみるみたいなことった。<laughs> <laughs> なるほど。<laughs> 特徴100ぐらいですよね、全部で。そうですね。で、あのスパスにしたら、なんか1800、<laughs> <れ>18300ぐらいだから、<ー>まあーー、いけごめんなさい。<laughs> ラプトフでやるジャックさんで、ね、私なんか GCP でメモリピーってすぐやっちゃうから。はい、メモリ制限8ギガね、ちょっとしんどい。ああ、なるほど。<laughs> <laughs> はい。で、 まあ、あの、まあ、ちょっといろいろ、まあ、方法あると思うんですけど、まあ、自分はこうやりましたって、まあ、今結構その主流になってきてる、その、あの、いわゆるターゲットエンコーディングってやつ使いましたってことですね。で、えっ、ー、と、まあ、その紹介しますと。で、えっ、ー、と、まあ、カテゴリ変数を、あの、各水準における目的変数の平均値で、まあ、置き換えるような方法ですね。で、まあ、いろいろ呼び方があるみたいなんですけど、なんか、ライクリフットエンコーディングっていうのが一番なんか正式名称っぽいんで、 あのちょっとここではそう呼ぶことにしますで,そ,です、ね、その前にはいタイレト使う前に頻度でやっちゃうようなパターンあ,ありますね多分そビリテンシーって言っちゃうとなんかそことのっていうのそことの,ことの違いが うううやっってて表現するんだろうっていうのはあるかもなるほど。うん、<laughs> いや、ありがとうございます。まあ、とりあえず、ちょっとここではライクリウドエンコーディングということにしますと。で、えっ、ー、と、これは何をやってるかっていうと、その、もともとこの V22 っていうのが、さっきもあったように、アルファベット3文字とか4文字とかの文字列なんですけど、要は、その、これを、その、うまい、その、ターゲットが1に近い順に並び替えるみたいな。まあ それに近いような効果があると。で、それによって、その決定義がよりなんか分けやすくなるみたいな、ような効果がありますと。で、まあいう、あの、概念的にはこんな感じで、その、カテゴリ変数で、それぞれその水準ごとに、その民 e ターゲットターゲットの平均値計算して、それを、えっと、元の変数に代入して、説明変数として突っ込むという、えまあやり方ですね。これがまあ割と、 最近結構、えっ、ー、と、広く使われるようになってきたかなという感じですね。で、えっ、ー、と、一つ問題はですね、えっ、ー、と、まあ、テストデータに対しては全トレーニングデータの平均値を使って計算して、すればいいんですけど、じゃあトレーニングデータに対してどうするかって話なんですけど、トレーニングデータに対してトレーニングデータで、えー、と平均値計算してやっちゃうと、 それ、あの、トレーニングデータの自分自身の情報入っちゃってるんで、リーケージになるわけですよ。なんで、トレーニングデータに対しては、まあ、一つの方法ですけども、こういうふうに、あの、クロスバリデーションみたいに、4つとか5つとか、えっ、ー、と、分割して、そのアウトオブフォールドで平均値計算して、えっ、ー、と、まあ、代入すると。まあ、これでオーバーフィッティングを回避するっていうのが、えっ、ー、と、まあ、割とやられることかなというふうに思います。はい。で、 えっと、まあ、ここはライクリフットエンコーディングの紹介で、まあ、あの、結局、その私のアプローチの要点っていうのは、まあ、最終的に9位まで順位を上げて終えましたけども、えっ、ー、と、まあ、XG ブースを使いましたということと、まあ、カテゴリー変数のコンビネーション使いましたっていうことと、えっ、ー、と、あとはライクリフットエンコーディング、まあ、ほぼこの3つで成り立ってますと。で、この本当に3つだけで、あの、16位の、えっと、スコアが出せるカーネルを上げてるんで、えっ、ー、と、まあ、よかったら見てみてくださいと。 R で、R でわずか78行で、実行時間も7分で終わるんで <laughs>。まあ、興味があったら見てみてくださいと。で、じゃあ、あの、実際どれぐらいその、あの、このライクリフトエンコーディング、まあ、ターゲットエンコーディングの効果があったのかっていうのを、まあ、あの、ちょっと、えっと、調べてみようということでやってみましたと。で、結局ですね、何をやったかっていうと、 もう本当に、あの、スノー XG ブーストでやると、まあ、あれぐらいのスコアになって、順位もあれぐらいなんですよ。で、それに対して、ちょっと見にくいんですけど、えー、っと、まあ、そのカテゴリー変数の2つを結合させて、文字列として扱いますと。で、そいつを、えー、っと、まあ、えー、っと、まあ、ラベルエンコーディングなり、ターゲットエンコーディングなりしますと。で、それが、あの2、2つ目のところですね。で、さらに、あの、 欲張って、まあ、V22 っていうのがかなり今回重要だったので、V22 ともう2つの3つの結合ってやつと、あとは、えっ、ー、と、まあ、結合しまくったやつとかも入れて、<laughs> えっと、まあ、トレーニングしましたと。要はそのカテゴリー変数を単純に文字列としてくっつけた後に、ライクリフトエンコーディングやるって話ですね。で、まず、えっ、ー、と、これを、 アルファベット順で番号付けするラベルエンコーディングでやるとどれぐらいのスコアが出るかってことなんですけど、こうです。スコア上がりません。むしろ下がります。はい。っていうようなことが起こるんですけども、これをあのライクリフードエンコーディングで変えるだけで、こうなりますと。もうだいぶもう相当上位の順位まで来ちゃいますということですね。で、えっと、まあ、要はですね、 このカテゴリー変数結合すると、まあ、当然その水準数って、まあもともと V22 が1万8000ぐらいだって言ったんですけど、もっと増えるわけですね。で、まあ、あの、英語で、まあ、ハイカーディナリティみたいな言い方をするみたいなんですけども、まあそういった変数って、あんまりこのラヒクリフットエンコーディングって使いづらいんじゃないかみたいな、あの、結構意見もあったりするんですけども、 まあ結構こういう感じでデータの性質によっては威力を発揮するケースもまああるなというのが個人的なえっとまあ,あの仮説というかまあ実際にこれこのコンペであのこんだけは取れたんでまあ聞くこと聞くときは聞くみたいな感じですねはいでえっとまあこれがここまでがまあまず第一のえっとまあ話題ですとでここで唐突なんですけども キャットブーストを登場させます。<laughs> で、キャットブーストって何かって簡単に言うとですね、ライクリフトエンコーディングなみたいなことを内部的にやってくれてるんですよ。で、でカテゴリー変数の掛け合わせも新たなカテゴリー変数として考慮してくれるんですよ。なんで、要は今回のソリューションまんまじゃないかということで、<laughs> じゃあ、XG ブーストさっき使ってたんですけど、まあ当時あのキャットブーストなかったんで、 じゃあ、これ、キャットブーストでやったら、素のフィーチャーでかなりスコア出るんじゃないかというまあ仮説が生まれるわけですよね。でやってみましたと。だからまあその前にですね、キャットブーストはどういう、あのー、計算してるかっていうとあの、トレーニングデータの各レコードに対して、そのレコードの手前までのデータを使って平均値を計算してるらしいです。まあ、これ、論文読んでくれれば、あのーまあ、そんなことが書いてあるんですけども。 えっと、まあ、こういうことで、その自分の、あの、情報は使わずに平均値計算して、オーバーフィッティング回避していると。で、まあ、毎回やっちゃうと上の方があの、あの、不利になっちゃうんで、まあ、毎回そのインデックスっていうのをシャッフルしてるみたいですね。はい。まあ、キャットブーストってこういう感じの、ま、実装になってますと。で、えっ、ー、と、まあ、さらにですね、えっ、ー、と、もう今回その、ま、ライト GBM を含めてちょっと検証したんですけども、そもそもですね、 あのこれ、横が対応するパラメータになってるんですけど、結構デフォルトパラメータがあの各ライブラリで違うんで、単純にあのえと投げても比較にならないと。なんで、ちゃんとその各ライブラリ間でハイパーパラメータ合わせてどうだっていうところをまあ今回、検証したかったんで、今回やりましたということですね。こんな感じでその設定できるパラメータ、結構あのデフォルト 土地にかなり差異があるので、まあ、細かく設定して条件を合わせないと正確に比較になりませんということがまず一つ注意かなと。で今回、実際合わせてやりましたということなんですけども、えーっとまあ、結果だけはもここに書いてますで、キャットブースト強えなっていう感じですよね。やっぱりあの本当にあのスノーフィーチャーだけで50位とか出るんで、でさらにあのまあ掛け合わせを含めるともう13位とか12位とかいっちゃうわけですね。 まあ、あの、まあ、これを見たら、キャットブーストってすげえ強えなって思うわけですけど、学習時間の、まあ、相対値。<laughs> 雰囲気ですけど、要はむ、あの、まあ、カテゴリー変数を増やすと、むちゃくちゃキャットブーストって時間かかるんですよ。それはまあ、内部的にその、あの、カテゴリーの組み合わせばーって計算してるんで、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、なんで、えっ、ー、と、 まあその辺、トレードオフですよねっていうところがまあ正直なところです。<laughs> で、まあ、あのカテゴリー変数が増えるとキャットブーストの学習時間爆発しますっていうことと、ライト GBM って、その誤数っていうあのテクニック使って、えー、とまあ計算速度早めてるっていうのもあるんですけど、それ使って、今回使ってないんですけど、それでも結構ライト GBM 早かったんで、あ割と優秀だなっていうのが今回の感想です。はいまあ、まとめです。 えと今回ですね、まあ、期待通りキャットブーストを素のデータ投げるだけで相当なスコア達成できたんで、当時キャットブーストがあったらコンペ全く別物になってたと思います。で、えーとまあ、内部アルゴリズムすでに考慮されてるんで、掛け合わせ変数ってまああの一定以上の効果を得られなかった感じですね。まあ、1何回目だけは性能向上見られたんですけど。で 計算時間とかも踏まえると、まあ、XG ブーストとか LightGPM で掛け合わせの変数、自力で追加しないといけないんですけども、えー、の適切に処理を行えば、キャットブーストの性能にまあかなり近づけることができるかなというのは、今回の,あのまあ感想です。まあ、上回ることはできてないんですけども、まあ、さらにちょっとあの組み合わせた変数、さらに追加すると、達成可能かなという。 気もしますとで学習時間とか考えると最終的にはなんか自力で作った方がいいんだろうかみたいなところあるんですけど、まあ、いずれにしてもカテゴリ変数の扱いが問われるコンペではキャットブースを試してみる価値は結構あるんじゃないかなというのが今回あの実験してみて思ったことです。はい、あとはおまけです。えー、っと カテゴリ変数の掛け合わせやライクリックフットエンコーディング、ここまで劇的に聞くこと、めったにないですので、今回のあ,のあれ見て、すげえって思うかもしれないですけど、過度な期待はしないでください。このコンペ結構異例です。あと、ライト GBM でも、カテゴリカルフィーチャーって指定できるんですよね。で、これやってみたんですけど、ラベルエンコーディングとほぼ精度の差なかったんで、キャットブーストのそれとは全く別物だと思ってもらった方がいいかなと思います。 で、あと今回のデータですね、ライト GBM 速い上に精度も XG ブースとほとんど装飾なかったっていうのがやっぱり結構、まあ、あの、再、ああ、なかなか優秀やなというところを思ったんですけど、まあ他のコンペでちょっと精度落ちた経験も個人的にあるので、まあしばらくちょっと継続的に調査しようかなっていう感じです。はい。最後、ちょっと、あの、各ライバルにケチをつけます。はい。<laughs> まあこれ R での話なんで、あの、 ちょっと当てはまらないところあるかもしれないですけど、XG ブースとなんか Mac だと精度が落ちる致命的なバグがあるみたいですと。<laughs> <laughs> まあこれあのちょっと Twitter でもつぶやいたり、結構あのああそういうこともあるっていう話もあったんですけど、まあ、Mac の人気をつけてください。であと LightGBM ですね、ちょっとまあ私の使ってるバージョンが古いんですでにフィックスされてる可能性はあるんですけど、まあ、あ NA が含まれてるデータで学習すると、 同じデータプレディクトに投げても精度がた落ちで戻ってくることがあってこれマジかよみたいなこと思ったんですけどそんな経験ない,ないですか僕だけですかねすかあの埋めれば治りました。なんか NA のまんま投げるとそのトレーニングの時はあはちゃんとロスト下がっていくんですけど同じデータをもう一回あの投げたら違うスコアが返ってくるんでなんでやっていう感じです。昔はそのトレインのそのそ 度出るやつとそのプレディクトしてそのサイキトランの AUC 関数で出したときであの、サイキトランの方あ、プレディクトで出した方がすごい悪いっていう事象があって、確かに NA 埋めると一致したんですよ。ああ、なるほど。<も>やっぱあったんですね。今回あの、ストーキングデータでビルドし直したときとか、最近のコンペでこれを経験したので、多分ぶんなるほど。なるほど。おそらく治っているということです。<laughs> あ、なるほど。<laughs> それもそれも。 うん。今回ネクストクリップ。あ<ー>できるよう、ね、的に。うん。その時にマイナス百個ぐらいね。ああ。大丈ヒストグラムの、あの、バーのさ、別になればそれでいいだけで、ね。うん。まあ、そう,そう。はい。あと、あの、まこれは R だけかどうかわかんないですけど、ハイパーパラメーターとかで、なんか変な、あの、値を入れてしまった。で、なんかエラーを吐いて。 来るんですけどその後なんかちゃんと直してもなんかあの言うこと聞いてくれなくて、1回なんかセッションを落とさないとなんかリセットされないとかいう現象もあったりしましたと。あと、R ではインストールとかアップデートが非常に面倒なんであんまりちょっと使い切れてないっていうのが正直なところです。インストールパッケージでインストールできないんではいあと、l i ライト g v m トレインののにそにインフォのログがめっちゃ画面に出てきません なんかいろいろ設定したんですけども、なんかこの時のバージョンだと消えてくれなくて、なんか全部消えるか全部出るかみたいな。え R のパッケージ ?R のパッケージです。もしかしたら今のバージョンだと直ってるかもしれないです。はい。<今>まあ。今9割ちょっと R わかんない。<laughs> ですよね。<laughs> はい。で、あの、最後、ちょっとキャットブーストの文句です。あの、R ってインデックスが1始まりなんですよ。他のプログラミング言語と違って。 なんですけどあのキャットブーストのカテゴリカルフィーチャーをしてって0はじまるで要求してくるんで <laughs> 相当罠なんですよ気づかないんですよ最初だからなん,なんか一応精度上がるんだけどみたいなそんな感じでした <laughs> はいまあわななんで気をつけてくださいっていうこととあとああまあこれ多分 R 特有なんですけども学習始まってちょっとなんかやり直したいからちょっと 学習停止させるんですけど、学習停止させたと途端にあのセッションが落ちるんですよ。r、まあ、t スタジオを使ってる方はわかると思うんですけど、爆弾出るんですよ。という、まああの、こういう、まあ、各ライブラリ、まだまだ、まあ、オープンソースなんでね、まあ、そんな文句言わずに、あり方たく使いましょうって話なんですけど。セッションっていや、ね、普通にやってる時ですね。僕の中だとあの CV じゃなかったら 基本んないとってるんです自なるほど、ありがとうございます。はい、ということであの、すみません、ちょっとあのこんな感じですみませんが、私のライトニングトークを終わらせていただきます。ああありががととうございいます本当にここれを聞きに今日来たことがあるお <laughs> <laughs> あの、ターゲットエンコーディングのあの CV のところにちょっと戻っていただけますか。はい。これかなこれか。これです。えー、っと、まあ、あの、これ、十分にあの、それぞれのカテゴリーに関してデータ数が多いときは問題ないと思ったんですけど、なんか実際、奥の方でいくつかあの、こういうふうな CV の切り方をすると、なんか不具合、不具合というか、あの、割と上がるけど、 えっとパブリック LB とかのスコア上がらないみたいなそういう挙動があってえっとなんかネズミさんの「かぐるメモ」にでもこれは書かれてたんですけど、うん、こういうような CV の切り方、まあ、極論ですけどああのあの LOCV で切ったとするとえー、っと事実上他のデータ全体でターゲットの平均取ってても、うん、えっと自分自身がそれからどれくらい下がったかを見ることによって事実上バレるっていう現象あるじゃないですか。うんはい もうこれなんか何回もツイッターで話したような内容なんですけど <laughs> じ,ゃじゃあ例えばこれ4フォールドで切ってますけど、えー、と4個しかサンプルないカテゴリーがあってそのかそれが1個ずつここにポン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 って入ってこれがそれぞれ例えばえっ、ー、とポジティブポジティブネガティブネガティブだとすると,、うん、えと逆に、えー、とたここにおける値がなんでしょうこ,ここここここにここの人にとってはっ、えー、と 3分の1ですよね、うん、あの値でここの人にとっても3分の1でここの人にとっては3分の2ここの人にとっては3分の2ってなると思うんですけど、うん、こうなると,、えー、と逆に低い方があののターゲあのポジティブっぽいって学習されますよね。原理的にはそうですね。なんか恐、うん、らくなんかそういう挙動が原因なのか CV 切るとすごい下がることがあって、うん、じあの先ほどのキャットブーストの見ていただけるとわかるんですけどあれって。 つまり自分以外の全データ使ってないじゃないですか。うん、なんかそこが多分それを避けるためにキャットブーストああいう扱いをしてんじゃないのかなっていう,うんある意味では。あんまりそういう経験ないですかねなんか僕は結構。個人的にはいや確かに言ってることすごく分かるんですけどあんまりなんかそこで困ったことがなくて。ああ<ー>。えっと。なんでだろうな。 実際、この分割数を、えっと、20ぐらいまで増やすと、スコア下がり始めるんですよ。ああ、やっぱり、いくがそれで起きてってことですね。けどあ、なんで僕いつも4でやってるんですね。4分割してやってるんですけど、えー、っと、4から10ぐらいまでは、だいたいスコア変わん、 ないで、2二3三、四十って増やしていくと、どんどんスコアが落ちていくんで、あ<ー>で,でまあ、今言ったような現象が高円で、やってるんですよまあ確かに確率的にはこのフォールドが低ければ低いほど、そういう1個1個にたまたま入って、事実上の LOCV みたいな状況になるっていう可能性は確かに低くなるとは思います。うん、なるほど。キャットブーストまがいに手、なんか自分でやってみるのもあれかなと思って。てううそうですね うん、あれ実際僕はあの今回のコンペだと,、えー、と前日撮ったんですよねそれ避けるためにあのそれ以外で撮るとリークし,リークしてるのか作戦の方がおかしかったんでなんかそ,そこら辺なんか難しいんですけど、うん、いやすみませんちょっとせっかくこれを聞きに来てくれたのにあんまりダイレクトな回答ができなくて申し訳ないんですけどっていや僕もちょっといろいろと考えてみます。 ジャックさん引き続きるので、の捕まえて、根掘り葉掘り聞いていただければ。でも大阪なんですもんね。質問ある方いらっしゃいますか l t なんでね、なんかそんな質問とかガチであれか。あはい、酔っ払ったつまりと。ちなみになんですけれども、スプリットの数って、どういう判断でしますここで4っていうふうにおっしゃってたんですけれども、何を基準でサイズを調整したりしますか バリデーションセットの制度ですかね。で、えっ、ー、と、まあ、大体、なんか今までどのデータでやっても4で支障がなかったというか、増やしても仕方がないし、うんうん、でも2とか3でやるとちょっと、あの、使われるサンプルは少なすぎて、4が一番なんかベストかなっていうので、ずっと4を使い続けてるっていう感じ,です、ねじゃあ。あんまり、えっ、ー、と、チューニングをしたりしないっていう感じなんですかね、そこ <は>ああんまりしないですねうん。なんかどういう場合だったらなんかちょっとチューニングしようかなっていうモチベーションになりますからね。うんなんか僕とかはあのデータサイズがでかかったらもう2でいいやっていうふうな感じで考えちゃって、うん、普段は5でやってるんです。うん、ああなるほど。 で、その判断が、あの、データのサイズだけで判断してるんですけれども、さっきの議論とか聞いてると、いや、もうちょっと違うところで判断した方がいいのかなっていうような気持ちにもなってきたので、うん、ちょっとそこを聞いたっていう時代なんですね。なるほど。えー、っと、割とその自分少なめに読んでやってるんですけど、うん、少なめにしてる理由っていうのは、あの、まあ、こういうテクニック使って最終的にあソリューション使って、その後、まあ、よくやるシードアベレージングってやるじゃないですか。で、 シードアベレージングの時にこの分割のフォールドも変えるんですよ。うん、で、<ー>そうするとあの、フォールド少ない方がより違ったそのターゲットエンコーディングになるかなっていうのを思ったりして、あんまりそのフォールド増やしすぎると、なんかあんまりそのここのシャッフルを変えることの有用性が薄れるような気がして、僕はいつも少なめの読んでやってます。あそこで フォールドも変えるんですね、えっと、フォールドの数も変えると。いや数は変えないです。4のままでランダムシード変えて、<ー>この分割のパターンを学習時のイニシャルシードも変えるし、ここの、えーとえー、とターゲットエンコーディングの時のあのフォールドも変えるっていういや。今なんかちょっと話してて、僕もあの同じフォールドで、えっと、ランダムのスプリットのイ図だけ変えるんですけれども。 あれ、なんかフォールド変えてもなんか面白いことになりそうだなっていう気になってきて。れは確かに。<laughs> <laughs> ちょっと次試してみます。ありがとうございます。ああ、そこまで定量的にやってないんですけど、単純にやるよりも、あの、あここのフォールド変えずにシードアベリジングするよりも、したときの方が、あの、シードアベリジングの効果1.5倍ぐらいになるような感覚を持ってます。うん。 しかも。パブリック。あ、今、頑張もうちょっと頑張ればいいんですけど。リラクを投げないと。この結果の違いってわかんない。まあ、そうですけど、あの、バリデーションの、あ、自分のトレーニングデータを、その。あの、トレーンと、うん、まあ、バリデーションに切って。同じ。方法でやれば、大体見積もることはできるかなっていう。いそう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 。<あ>そこまで頑張る,がる。力がなかなか。 じゃあ、この後もちょっとジャックさんを捕まえて、はい、あの、根掘り葉掘り絞り取ってください。す、はい、はい、ません、ちょっと長くなりました。じゃあ、もう一回拍手お願いします。